はい、どうさん、こんにちは、ノアです。今回はこちら、新時空対戦編の戦闘民族の誇り、これのね、ゴッドボス挑戦していきたいと思います。今回も初見ですね。で、おそらく前回が赤き仮面のサイズだったんで、今回それのロゼがゴッドボスなのかなっていうところとね、結構エグいんじゃないかって思ってる部分がねあるんですよ。これもう前回だってさ、赤き仮面のサイジンだけであの強さでしょ。で、あれのロゼじゃん、確実に強いんで、あっちより。とりあえずね、初見殺しだとは思うけど、行ってみようか。これサポートエリアとか使わずに勝てばウルトラクリア。孫悟空を倒すしか、お前で100人目だ。そしてようやくこの体を完全に自分のものにすることができる。本当かよ本当かよって。おそらくあれですよね、他の時空の悟空はスーパーサイジンになれなかったんだろうっていうことにしておきますか。まだ使いこなせてはいないんだな。さて、この惑星にお前たちに滅びろ、ヤジン。あいつ、この惑星を破壊する気らしいぞ。待て、おー、来ましたね。さすがにこれ兆しとか神の気まといえばね戦えるとは思うんですよね。お前がまだ強くなるというのなら、俺もまだ進化できるということだな。ああ、生き延びてみせろ、孫悟空。ということで、セル完全体を入れて倒すとレジェンドクリアなんだ。完全体じゃないだろ、超完全体しかいないんだけど。あー、マジか。それもうしょうがないね。じゃあ、とりあえず今回使うデッキは、まずヒーローアバター、アニバーシークレットベジット、貫通ベジット、ゴテンクスゼノ、ベジータ BR、ゴジータ UM で、6枚しか使えないと思ってたんだよね。確か前回がそうだったから、あと1枠入るんで、ちょっと適当に何か入れていきますか、カードね。何がいいかな。やべえ、ちょっと待って、マジでやばい、時間なくなる。待って、もういいや、これでいいや、行こう。待って、これスキャン順、これさ、変えたらさ、あれじゃね、ちょっと分かんないけど、いや、分かんない、とっさの判断で最後ゴテンクスを後にしてみました。さあ、ヒーローアバターはね、海洋神ですね。ゴッドボス挑むときはこっちで行きたいね、なるべくね。やっぱ昔からこうね、愛着のあるアバターなんで。で、技が、ちょっと待ってね、ヒーローアバターの技ね、めちゃくちゃいっぱいあって、ちょっとどれにするか悩みどころではあるんですが、やべ、いや、これでいいや、ファイナルエクスカリバーで。はい、レジット3の技だね。いやー、今回どんな感じでくるのかな、超楽しみ。いや、もう最近ゴッドボスを初見で倒すっていうのがもうね、目標なんで、なんか楽しくなっちゃうよね。こう目標があるとやっぱね、何でもそうだけど、モチベーションとか活力っていうのが湧くんで、最後に 何がしたかったかっていうと、これ、ちょっと試したことないんですけど、パワーガードを2倍にした後にこれで戦闘力数値分パワー上がるのかなって今思ってね。ゴテンクスの発動タイミング、多分2ラウンド開始時なんで、多分いけるはず。おお、かっこいい、48,000、多いね。あ、6、何それ。うわ、嫌な予感しかしない。なんかヒーローエナジーがアビリティによって上がらなくなる。ははー、何それ、相手になってやる。なんだそれは、超怖いんだけど。とりあえずベジット先輩に頑張ってもらえますか。1ラウンド目はね、これでやられることはないんでね。
絶対にやられないから大丈夫っていうフラグをちょっと立てておこうか。まあ大丈夫だと思うけどね。はい、さすがにこのベジットも軽減を下げられまくった後に、まあ、メテオとかドカバキされるとワンキルされるんで、さあさあさあ、まず安定の3連撃だけだね今のところ。なるほどね、よかったベジットで、よかった。やっぱ強いなベジットブルー、これ最強に近いわ。まあ防御スペックも本当にこれは一流ですよねベジットね。今までのダメージ制限系のキャラクターの中で、まあ、自分は一番愛用してますねこちら。バトスタでもミッションモードでもどっちでも愛用してるこれマジで。はい、バーストガンナ、まあ、ちょっと今のところ火力にだいぶ特化した感じなんですけど、冷酷な一撃、はんはんはん、俺の計画の次花ばらと違う、物事知らずだ、終わりだ、終わらねえよ。わあ、かっこいい、かっこいいね、やっぱいいなそれ、これ超かっこいい。俺の計画の次花ばらと違う、物事知らずだ、終わりだ、いいね、目が赤いのがかっこいいね。で終わり、よっしゃ案外ぬるいかもしれんって言って前回も負けたから。それ系かよ、それ系か。ってことはエリートしか火力が通せないってこと、無理じゃないそれは。VR で悟空いないよ、どうしよう。まあ先行は取れると思うんで、乱戦あたり使えますか、乱戦じゃないや、どうしようかな、いやーどうしよう、ちょっと待ってよ。まあ悟空がいないとっていうことなんで、まあかなりねダメージ通せないとは思うんですけど、アプリ使うのないから超ダウンで、与えるダメージ超ダウンしとこうかとりあえず。でもアタッカーに悟空いればいいのか、連携に含まれないとダメなのか、どっちかだよね。まあ多分後者だと思うんだけどね、どうせ後者なんだよな。オッケー、成立した成立した、つえやばすぎそれは。この2枚いいね、見てよ、ゴテンクス1枚で46000、この悟空で2倍にしてるからすごい戦闘力、66000、いっちゃうかも、いっちゃいます、いっちゃえ。でも相手もすごいですねこれ、38000で、でベジットブルーがですねあれをしてくれ、なんか発動した、なんだ今の。まあこれで貫通にするんでほぼほぼダメージ通せると思うんですけど、なんか発動してたけど、なんか分かった、ダメージ倍増効果を初期値に戻す的なやつだ、超巨人かけたから多分それでダメージ倍増を初期値に戻されたね。あと多分軽減も、でも軽減下げてないからまあ意味ないと。シルバーチャリオッツ、はい、ダメージは出ないけどこれは強いね。はい、で5カメ来た。はい、このゴジータがね自分チームの戦闘力数チームパワー上がるんで今6万上がってます。さらに貫通の5カメ、倍増ないけど多分相当入ると思うこれ。さあ結局あれだよね、孫悟空がいないと攻撃で戦しか受けないって言ってもその他でダメージ通しちゃえば別なんで、例えばこれとかね、5カメとかね、
はい、若干フォルムが変わってる、フォルムっていうか見た目が変わってて、おお、いいダメージ。 UM かっこよくなりましたよねこれ。さあそしてここ立てでパワー1マップしたけど、これがあると、どうしよっかな。どうしよう、無理だなこれ、ダメージ通せん、レンマ入れなきゃダメか。あー、じゃあここ外しましょうかね。ここ外しますで悟空、あーダメー、やっちゃダメ、それそれやるか、きっつ、うわ全然ダメ、線しか入らん。無理だね無理だねこれね。いやーそっか、攻守完璧やんこいつ。悟空3体入れなきゃダメだ、ほら。あーうっそもうなんだそれ、強いよ最近のマジ。初見殺しの日じゃないってマジで、も初見殺しの日じゃないよね、そんなの絶対わかんないもん絶対わかんないもん。きついこれこれきついってことはヒーロー、エリート、バーサーが全部に悟空入れないとダメってことね。絶対わかるわけないなそんなの。だからロックオンワンキルも全部積みますねこれね。そういうことだよね。で軽減も元に戻されるし、あーいけるかな。いやきついかな。お前たちのおかげで俺は強くなる。はい、ということでね、デッキちょっと変えました。まあね、戦闘力はあそこまで必要なかったので悟空1枚外して、ゴジータの枠ね、ゴジータの枠をねこれにしましたね。はい、まあ、込み上げる闘争心と5日目持ってるので、まあ、似たような動きができるし、ブラックが1ラウンドで3万8000戦闘力出してきて、2ラウンドも3万8000だったから、まあ7万アップで、貫通ベジットは相も変わらず、あとはこれか、こっちの悟空も込み上げる闘争心とねスーパーエナジーなんでね、まあ、火力はねさっきより上がったと思うし、悟空をね含む攻撃で攻撃すればダメージ通せるんで、多分相当違うと思うなこれは。はい、とりあえず最初にまず貫通にして、さっきと一緒ですね。いや本当優秀だねこれも、このベジットンは優秀で、パワーも1万上がるし、これヒーロー連携もね、まあ、ヒーロー連携もねこれで、ね、火力出せるようになったんで、はい、これが強いねこれね、この悟空強い。SR なんだけど、込み上げる闘争心と5日目持ってて、
これ優秀だと思う。しかも技係数高いしね。はい、ブルーにチェンジすると係数上がるんでね、これ優秀だよね。 BM6 段、6段 SR、 マジンロベルの段の SR。 さあどんぐらい入るかな。7万アップの、おお、いいんじゃない。結構入ったね。はい、さらにね、この攻撃が、あ、普通に通るね、もう。あー、でもチャージがダメか。チャージがダメだな。1万ダメージ。いや、でもさすがにこれ決めないときついかな。あ、普通に入る、普通に入る。さあ、これはいったでしょう。なんだろう、でも悟空さえ入れちゃえばそんなに怖くないね。だからまあ悟空を含む編成でやっちゃえばそんなに。お、出た。はい、ギャラクシーエターナルソードね。シェンロンのお願いだったかな、あれは。確か友情じゃなかった気がする。まあ一応アバターも覚えられるんで、まあ、シェンロンへのお願いでね、もう選択肢がない人はね、必殺技選んで、まあ、毎段毎段ね、新しい必殺技追加されるんでね、それをどんどん追加していくっていうのもありかもですね。はい、5万3000で KO。 はい、ということで、まあ、前回のゴッドボスの赤き仮面のサイズの方が個人的には難しかったですかね。うん、こっちはね、なんか悟空さえ入れちゃえば別にどうってことないので、まあ、あっちの方が難しかったなという印象です。はい、なんか知んないけど3、4回負けたもんね、あれ。はい、今回ね、初見は無理だったけど、2回目でいけました。で、今回の段多分もう1個ゴッドボスあるんでね、それも後日また戦っていきたいなと思います。はい、いうことでね、まあ、最後に使ったデッキ、これね、まあ、キーとなるカードやっぱこの2枚。はい、どっちも孫悟空で、どっちも込み上げる闘争心なんで、ここのね、高い戦闘力を出してくるゴッドボスステージでめっちゃ使い勝手が高いっていうのと、スーパーエナジーとね、極カメね、持ってるんでね、これ非常に優秀です。はい、どっちもね、火力すんごい出せるんで、多分こっちだと1万以上の火力出せるのかなっていうところでね、ここら辺結構おすすめです。ということで、最後ストーリーモード見ていきましょう。ご視聴ありがとうございました。カカロット、早くしろ、間に合わんぞ。他に誰もいねえんかな。誰の気も探れねえんだ。ここ行くときはベジータの気があったけど、今誰も戦ってねえんか。気が小さくてよ。おいおい、満足そうに寝ている場合じゃないぞ。捕まれ、孫悟空。また死者が紛れ込んだから、まず余計なことを出すものか。何？サイヤ人を舐めるな。馬をするな。逃げてしまった。今日のノアチャンネルは終わり。また見てね。